土曜日の朝のニコレットモール上空からのニコレットモールバナークリエーションズインク聖のストリートバナーニコレットモールはアメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリスダウンタウンを走るニコレットアベニューの12ブロックの部分でこの通りは街のショッピング街と飲食街にあたりまた歩行者と自動車交通が共存するトランジットモール西へ向かうヘンネピンアベニューとともに ミネアポリスの文化と商業の中心地を形成している。注目すべきミネアポリスの建物、特に IDS センター、モトデートンの機関店、オーケストラホール、そしてヘネピン軍立図書館などがモールの内側に立ち並び、ミネアポリス CBS ステーションワコ TV はモール南端にあるスタジオやオフィスから放送している。ターゲットコーポレーションや US バンクなど、 いくつかの大企業が、モール沿いに本社を構えている。夏の間木曜日には、ニコレットモールが、農民市場の会場と化し、冬には現在ホロダゼルビレッジと題された、ホロダゼルパレードがこのモールで開催されている。長年にわたり、ニコレットモールは、ポーロラルフローレイやコールハーンを含むいくつかの、全国的な衣品、ブランドショップの閉鎖を見てきたが、コールハーンがガールレリアエジナで再開。 ギャップ、バナナリパブリック、メンズウェアハウス、メイシーズのスカイウェイレベルに店舗を構えるトーマスピンク、そしてブルックスブラザーズなど、こうした種の店舗がもう10店舗未満にはなるがまだ残っている。他の店は地元のブティックか専門店のどちらかで、デパートメイシーズとサックスフィフスアベニューアウトレットはショッピングモールに構える。ニーマンマーカスは2013年に閉鎖されるまで、 モールに店舗を持っていたメイシーズのダウンタウンはニューヨークにあるメイシーズイーストに統合される前は2006年から2008年までメイシーズノースの事業本部であった2000年以来世紀にわたる地元紳士服店ユベールホワイトは IDS センターのテナントに入り主なテナントは高級紳士服を販売するエルメネジルドゼニアであるありがとうございます